おはようございます。時刻は5時をちょっと回ったところでございまして、私にしては超早朝というか真夜中のような時間でございますが、なんとかね今日はね朝4時に起きられたもんですから、これから仙台の駅向かいまして、そうですね、もうちょっと北へ向かってまいります。昨日はですね、食事をした後に、8時頃から、クラブハウスの配信があったもんですから、近所の公園でですね、配信をしまして、その後、まあ、宿へ戻ったわけですが、宿と言いましても今回はですね、24時間の温泉の施設に、まあ、あのカプセルホテルみたいなものがくっついてたんで、1泊4000弱ぐらいですかね、お風呂も自由に入れて、私まだ風呂上がりでございますけれども、すっかりこうリフレッシュしてですね、朝を迎えたという、そんな感じですな。ホームに到着しました。まだね、出発まで20分ぐらいあるんですかね、昨日寝坊したせいもありましょうか、今日は早め早めの普段見られない私の行動でございますが、ちょっと時間あるんで、昨日買っておいたあの朝ごはんをですね、ちょっと食べておこうかなということで、いただきます。まるで名古屋に来たみたいな小倉トースト、いかにも朝ごはんっぽいしょっぱいやつ。天気はなんか曇り空って感じなんですけども、非常に涼しくてですね、まあ、半袖だったらちょっと寒いんじゃないでしょうか。私はいつも長袖なんでね、なんとか助かっております。ちょうどいい陽気でございます。盛岡に到着いたしました。どうしてこの東北の主要駅のホームっていうのはものすごい長いんですかね。割とホームの端まで歩いてきたんですけれども、私が乗ってきた列車見えます？もう点のようにしか見えないでしょ。先頭に2両だけ止まってて、あとこっち側ガラガラっていう、まあこれはなかなか東京近辺では見られない光景でございますね。ですね、本当は私あの途中で降りて、あの北上あたりでですね、あの秋田の方へ回って、そこから北を目指そうかなと思っていたんですが、あの皆さんもご案内の通りで、この間の大雨でですね、結構あの秋田県内のあの鉄道が寸断されているんですね。で私もあのまあ
どうだったかな、ちゃんと調べないで来たんですけれども、社内でいろいろこうネットで調べてもあんまりはっきりよくわからないんですよね。ですからとりあえず北上で乗り換えるのはやめて、盛岡まで来たというのが現状でございます。こっからどうやって青森方面行くのかな、これから調べるんですけど、もしかするとここでしばらく、待ち時間というか次の列車まで相当時間があるかも分かりませんね。だったらそんなに早起きしなくてもよかったかななんということで、まあ、これもまた気ままな旅の、まあ、仕方のない部分でございますね。東北本線は一応この盛岡で終点ということに現在はなってますね。昔は青森までが東北本線だったんですが、まあ長い東京駅からこの盛岡まで普通列車でなんとか到着いたしまして、ここから先やっぱり青森を目指したいなっていう気持ちなんですよね。はい、失礼します。ごめんなさい、いろいろ考えてみたんですがね、まあ当初は北上乗り換えで、私秋田の方へちょっと回りましてね、そこから北へ向かおうと思ってたんですが、ちょっと途中が寸断されているということもありまして諦めました。でこの盛岡までやってくるとどうなんでしょうね。これ、本当は青春18切符の旅なんで、その切符だけでなんとか行こうというので、まあ、秋田回りちょっと遠回りではあるんですがね、まあ、計画してたんですよ。でそれがですねちょっと無理ということになりますので、岩手銀河鉄道というのがありますね。これは青春18切符じゃ乗れないんですよ。ですから、まあ、別途、まあ、出したくないっていうわけじゃないんですけど、一応ちょっとルールからね外れるような気もするんですけど、それに乗って、花輪線経由で、で大館でそっから、まあ、大本線にまあ合流しまして、そっからまあ青森の方へ回れるようなんですよね。ただその列車がですね今から3時間後ということで、私盛岡で思いがけなく3時間時間いただきましたんで、どうしようかな、まあ、早めにお昼を食べてそれからってことですかね。花輪線経由で行こうとちょっと思っていたんですが、途中までしかやっぱり行けないみたいですね。大館まではつながってないということなんで、鉄道で行くにはですね、銀河鉄道岩手銀河鉄道で八戸まで行って、そこから青い森鉄道とかっていうのに乗り換えて、まあ青森まで行くのが、まあ、順当のようなんですがね、3100円もかかるんですよ。すごいですよね。青春18切符1日10分が軽く吹っ飛ぶという、どうしよう迷っております。そもそもこの間の大雨がありましてね、まあ、あちこち、青森県内の鉄道、まあ、秋田県内もそうですけど寸断されてますから、青春18切符で北を目指すという計画自体がそもそも無理があったのかも分かりませんね。どうしたもんでしょうかね。黄昏れております。まだ午前中ですけど、頭使ってなんかくたびれました。ということで本日の1本目いただきます。ボン、はい、ということでえらいことになりましたな。いろいろとあちこち動き回りながらちょっと訪ねたりしながら、なんとかですね、青森まで行く手立てはないかと探ったんでございますが、
まあ、とにかくですね途中に普通区間があるということで、一つはですね、いわゆる代行バスが出てるということで、これはね一番いいんですよ。このチケット青春18切符のチケットで、そのまんま乗せてってくれるということになるんですね、その普通区間を。だけどねこれが非常に便が悪いし、また各駅停車ということですよね。その間の駅も全部寄っていくバスですから、これがね、まあ、無料なのはいいんですけど、いつ着くかわからねえと、まあそういうことですね。でこれはちょっとまあないかなと思って諦めました。でもう一つはですね、いわゆる振り替え輸送のバスということで、大館まで、まあ、バスで行ってしまってね、でもこれはあの無料じゃないですよ。自分で自腹を切って大館までバスで行って、そこから JR で、まあ、この18切符で行くという、これもですねなかなかに時間がかかります。であとはバス代が2500円だったかな、でやっぱりねこの旅はですね鉄道の旅じゃないかと思い直しまして、やっぱバスはないかなということです。でさっきちょっとご説明したんですけど、ちょっと根は張るんですけど鉄道で割とスムーズに行ける方法がもう一つあります。岩手銀河鉄道、そして、何でしたっけね、青い森鉄道というのに2つ、まあこれ1本でつながってるんですけど、会社としては2つにまたがってまして、こいつを使っていけばですね、まあ、一番スムーズに、今からですとだいたいもう4時ぐらいには、あの青森まで行けちゃうということで、ちょっと出費が痛いんです。3110円なんですが、チケットを買いました。はい、こいつでですね、ピント合ってるかな、このチケットで、まあ、今日は、青森まで向かおうと思うんですが、帰りはですねまたちょっといろいろうまくやりまして、まあ、代行バスとかなるべくお金がかからない方法で、もうこうなってくると意地じゃないですか。お金を出したくないっていうんじゃないんですけど、なんかせっかくね18切符で行ってるんですから、なるべくお金を使わないでやろうと思っておりますんで、さあどうなりますか。なんかもうほとんどゲームみたいになってますけどね、今日中に青森になんとか行けそうでございます。それにしてもなんですな、あの鉄道というのはなかなか大変ですね。特に地方の路線ってことになりますと、災害にもちょっと弱いところがありますしね。これから先なかなか大変じゃんなんじゃないかななんて、そんなこともまじまじ感じさせられますな。でもうまい。さあそれでは岩手銀河鉄道、ただいまより乗車をいたします。
い、到着いたしました、東京駅から740キロというのがこの、東北本線の、まあ、長さですよね、途中、まあ、今は盛岡までなんですが、そこから、第三セクター乗り継いでなんとか、今青森に到着いたしました。ちょうどですね、今時刻が3時を回ったところで、12時半ぐらいの列車でしたからね。で、乗り継ぎもあっという間だったんで、実は私今トイレに行きとうございます。でトイレにも行かせねえってのはどういうことなんだなんて思っておりますがね、まあ、とにかく着いたというご報告でございます。いや遠かったね。そして天気がいいし、なんとなく風は涼しい、そんな陽気でございます。